ばんは。咳はそう、ちょっとマシになったけど、たまに連続で出ます。いや、こんばんは。でもなんか喉が痛い。まだこんばんは。体調は咳が出て喉が痛いぐらいです。マスクが取れた。確かに。ヤッホ。なの目大丈夫？ちょっとでもまだピンクなのかな。でもだいぶ戻りました。目薬くんのおかげ。充血、そう、だいぶちょっとピンクだけど。ルーちゃんとこから飛んできた。ルーちゃん今やってるんですか？またユキナとタニさんの絡みが見てみたいです。タニさん、タニさん面白い、めっちゃ好き。星を集めて待ってた。ありがとう。さてさて、なんだっけ。そう、さっきねレッスンから帰ってきたんですよ。お昼にナルピーさんとリンカタンとスイーツパラダイス行ってきました。ダイエットしてるのにケーキ食べました。はい、ダイエットしてるのにケーキ食べたアホはここです。はーい。16日にすっきりした矢作を見せたいのにケーキを食べてしまいました。本当に懺悔。ヤギ姉妹にメロメロの DD です。わら。ししともさん、ありがとうございます。あ、そう、さっきね、私がちょっとレッスン上じゃなかったんですよ。今日レッスンしたんですけど、なんかしたら妹がドラさんがなんか振り入れしてて、でドラさん、 AKB のドラさんと一緒にのなんか後ろで、なんかリハーサルに出れなかったから、リハーサル出れなかった組がなんか一緒にまとめてやったんですけど、だから妹とレッスンしたで、妹にめっちゃ踊りながらアピールしてたんですけど全然気づかんくて、帰りにちょんちょんってやったしたらなんて言ったと思いますか。ちょっと暑くて、その場所がそう暑かったから、私顔が真っ赤になっちゃったんですけど、妹にはーいって言ったら、え、顔キモで終わりですよ。いや、もうそこはあ、お姉ちゃんとかじゃないんですか。顔キモ、第一声が顔キモという、ひどすぎるぜ。それはつらい。顔キモはつらい。非常に心が傷つきました。つらたにえん。ひどい塩対応、これぞ塩対応。すごくその姉妹のレッスン見たいわ。ふふふ。なんかさっきから定期的に何怪奇現象、やだ、今一人なんで怖いです。ね、消えたよね、今一瞬消えたよね。え、怖いんだけど、やめて、そういう話やめよう。幽霊とか信じてないから、そういうのやめよう。ねえ、16日の話しよう。こんばんは。残念でした、後ろは壁です。そう、16日のお話しましょうよ。どうする、明日終わったら16日だよ。どうするよ。ねえ、どうしよう。もしもランクイン
できた時のスピーチまだ考えてないんですよ。ちょっと何したらいいと思う？今でも日本刀持ってるの？という謎の質問がありましたが 私は日本刀を持ったことがありません。銃刀なんちゃら違反になるんで。何したらいい？なんて言ったらいいと思う？なんか昨日の配信ではなんか史上最速最短にしようみたいな。でもそれはじゃあもしもランクインしたらの話できたらの話ですよ。全然ランクインできないかもしれないけど、もしもできたらなんて言ったらいいのかなっていう。わからないですよね。いや、呼ばれない可能性だって全然ありますけど、いや、むしろそっちの方が高いのかもしれないんですけど、やっぱりこうみんなが頑張ってくれたし、みんなが頑張ってくれたから信じたいじゃないですか。普通の歯医者に戻りますっていうの。ランクインの前？100位の予想1万5000票だからね。まあ夢は大きく持とう。信じる者は救われる。萌香のことは嫌いでも私のことは嫌いにならないでくださいっていう、最低すぎん 最低な姉として今後歴史に残ってしまう。票数分の歯を抜きます。多くの人が犠牲になりますね。マスクはいらないの？いや、もうやっぱマスクは何日間かずっとマスクだったから フリップ持ってって。画質がゆめち。本当に？私はちゃんと映ってるよ。本当？めっちゃ画質悪い。なんで？ここ怖いんだけど。何？今日何があったの？怖い、この部屋。やだ。引っ越したい、この部屋。やだ。やだ、怖くなってきちゃったじゃん。ヤギ幽霊とか信じないのに。まあいいや。こういう時は楽しいことを考えるんですよ。わーい、飴もらっちゃったわー。かな、学割プランにしたから安い。安い部屋、安い、いわくつきのお部屋になったのかな。あ、また止まった。いやー、明日リハーサルなんですよ、一日。でも明日実習があって、学校でもう実習もう1回しか休めなくて、実習はやばいんですよね。明日その切り札を使ってしまうべきか。でも明日出ないと本当やばいし、リハーサルは。だからその1回しか休めないという切り札を明日使ってしまいます。絵の後ろ、ベッドの下にお札があるかも。ちょっと後で見てみるね。あったらツイートしよう。そんなに顔の判別が難しいほどにギザギザですか？ちょっと LTE にしてみよう。何これ？やばい。何これ？ね、全然今気づいたんですけど、一言いいですか？はいはい。なんか 流れが早いな。じゃあ宮崎貴弘さん消してみよう。えい、あ、流れちゃったからダメだ。じゃあそんなに？あ、今映りました？
映った？映りました？え、嘘。え、治った？え、まだ？え、まだ治んない？え、私今 Wi-Fi 切ったよ。え、なんで？なんで？どうしたらいいの？え、怖いんだけど、ここやだ。え、どうしたらいい？どうしよう。いいから、画質がぐちゃぐちゃでいいからやるの。え、止まった？え、本当？じゃあこのままでいいから続けるのと、ちょっと今日はもう画質が悪いのでストップするのどっちがいいですか？投票しようと。はい、1番はこのぐちゃぐちゃ画質変でいいからこのまま続ける、2番はちょっと画質が変だからちょっと見にくいからもうこの辺で切り上げる。さあどうぞ。どっちがいいですか？1番はやる、2番はちょっと画質やばいからやめよう。こんばんは、ガチャガチャゆきなちゃん。F5 がないんですよ、今日携帯で携帯で配信してるから。じゃあ締め切りまーす。ポチー。お、1が多いです。じゃあこの画質がぐちゃぐちゃのままで進めたいと思います。10時15分までやる。今何分？今何時何分？今何時何分ですか？画質が矢作。49分。じゃあ10時15分に配信を終えるので10時10分になったら教えてください。よろまんじ祈ってみたらどうかな。え、そう、なんか祈り配信ってな、願掛け配信ってど何ですか？願掛け配信とは何ですか？わかりません。そうなんですよ、やばい。16日さ、ずっと咳してる人いたらそれ私です。ちなみにこれはため息じゃなくて、あの、せってやってってやると、ちょっとなんか咳が楽なんです、肺が楽になるんですよね、ちょっと。だからうざいかもしれんけど、たまにやります。病院行けた。病院行く暇がないんですよね今。とりあえずぜんそくですか。多分ちょっとぜんそく気味なのかなと思います。スイパラの時間に行けたのに。でもお腹空いてたんだもん。スピーチ中に咳き込まないように、スピーチ中に咳き込む気がします。いや、もはや 100% 咳き込んでしまうでしょう。
あ、せき止め買えばいいんだ。あ、せき止め食べよう。明日帰りにせき止め買いに行こうと。ウイルス性の気管支炎ですね。咳スピーチ目立っちゃうかも。龍角散美味しくないんだもん。前代未聞のマスクつけでスピーチ。炎上しそう。朝だ。咳公園のどに。ちょっとよくわからん。アネトン、シロップのアネトン。なるほど。薄いまずいの問題ではない。うまいまずいの問題ではない。スピーチ全文咳して終わり。皆さん、本当に、ありがとうございました。以上です、みたいな。お薬飲まなさすぎでしょ。いや、お薬嫌いなんですよね。なんか耐性好きそうじゃないですか。なんか風邪はこう自然治癒を待ちたいから、まあ喉飴を買いました。咳止めはちょっと買った方がいいかも。今回大事だから。結局蜂蜜が一番。はい、蜂蜜大好き。蜂蜜買ってこようかな。スピーチ喋らずに漫画談で、そうなるとスピーチの時間超伸びます。わあ、なんだっけ、何しようとしたのか忘れた。咳止めを明日買って飲みます。あ、お腹鳴った。のど飴をお湯で溶かして飲むのは声楽の人もしてるよ。蜂蜜の100か、好き。何ですかそれ。最近蜂蜜キャラ封印してた。封印とかじゃないんですよ。蜂蜜今大なんだ。蜂蜜好きですよ。まだ寝ることが一番。あー、もう今日早く寝よう。明日もレッスンだし。でもダンス覚えなきゃいけないんですよね。勉強もしなきゃいけないんですよ。今日のノルマが終わってない。声優さんって声楽って言うんですか？あ、声楽。ここでプーさんのモノマネ。はちみつおいしいな。はちみつ食べたいな。プーさん。ダンスは朝覚えよう。夜やいい。夜やんないと不安ですね。はちみつ食べたいな。うまい？プーさんの真似うまい？声も顔も似てるとは。ディスったな。顔似てるわ。プーさんに似てるわ。ディスってるぞ。顔まん丸ってことだぞ。ドラえもんみたいだったよ。ドラえもん？てれれってでーん。マスカラー。珍しくうまい。ちょ、なめとるな、矢作のモノマネを。何のモノマネしよっかな。 何のモノマネが得意なんだっけ、矢作。私何のモノマネが得意か分かんなくなっちゃった。あ、クレヨンしんちゃんはできるよ。え、クレヨンしんちゃんの声優さん交代しちゃうの？え、はい、矢作ができるのに。え、矢作採用してよ。
私クレヨンしんちゃんのモノマネ超うまいよ。パニックパニックパニック、みんなが慌ててる。ほら、しんのすけだぞ。めっちゃ似てない？草のモノマネとは。もう決まっちゃったの？本当？それな。本当にしんちゃんのモノマ声できる人結構いるよね。それはわかる。だからあまり公に言えない。みんなできるわって感じ。どうしよっかな。私ね、声優になれる気がするの。聞いてて。怖いんだけど、なんか上の人超どんどんしてるんだけど大丈夫？みんな埼玉の人はみんなしんちゃんのものができるけん。そうなんだ。じゃあなんか怖い。聞こえる？みんなこのどんどんって音めっちゃ怖いんだけど。私な、自分が何のモノマネできるのか分かんなくなってきた。私何のモノマネができるんだろう。何のモノマネができるんだろう。ゴロゴロ聞こえる？ピカチュウ？萌のキャッチフレーズわかんない。教えてもらおう。8期全員閻魔か。8期難しいんだよね。ミスター・ビーンって声出さない。愛知県は戦国時代すごい戦場だったの。怖すぎるんですけど。やめて。まだ画質やばいの？今日かわいいね。いつもかわいいです。ルーちゃんの真似。ゆきちゃん、一緒にケータリング食べに、もうケータリング食べたと？画質まだ良くない。まだか。眠いよ。行くばい。るーちゃん。今日は何くすねた？今日は握手会じゃないので何もくすねてません。湯浅さんの真似するわ。あれなんだよな、矢作は、あれなんだよ、前は、すぐこう、自分で一人で悩んで、一人でなんか、考え込んじゃうからな。似てますか？ いや、画質まだ直らない。せっかく顔真似もしたのに、岩瀬さんの。わるたわるたわるた、わろたピーポー。実話じゃん。そうです。今のは実話でございます。本人と会話したことないもの。ユアタン霊に行ったことないんですか？似てる、知らんけど。妹さんください。あげます。ヤギ先生こんばんは。キヨさんこんばんは。画質が視力 0.01 レベル。
8期生モノマネメドレー。じゃあ、なんかよくやるな、8期生モノマネメドレー。じゃあまずは、あゆえお順にやってこう。最初は、誰？石川さき。石川さき。あさきりん、これどこ？ちょっとわからないかな。メロンって感じ。次、あやは忘れた。あつみあやは。ゆきなちゃんの、ゆきなちゃん、あやはかわいい。はい。って感じ。はい。そして、あいうううううううって誰？あ、井上るか。ゆきちゃん、ゆきちゃん、お寿司食べに行かね。もう食べたと？もう寿司食べちゃったと？行きたか、ロカも行きたかった。まだお寿司行ってないけどね、まだ。みんなに怒られるね。だから私がやるとディスってると思われるんですよね。なんでかわかんないんですけど。ディスってないですよ。頑張る、バイ。火の国熊本から来た。次、石黒ゆずき忘れてた。ゆずぽむず。やはぎ、おい、やはぎ、お餅やって。あ、ダメだ、できない。あの笑い方できないんですよね。って笑う。はい、次。いうえ、誰、次誰。大芝凛花。大芝凛花ねえ、おりんかたの声ができない。ねえ、やはぎスイパラ行こう。やはぎ、今日時間ある？りんかさ、今から、りんかすごいお腹空いちゃったからスイパラ行こう。似てる。次誰がいたっけ。次誰がいた。岡田美久。岡田美久難しいな。岡田美久声難しいな。やはぎちゃん、やばいよね、明日のダンス。やばいよね、本当にやばい。なんかすごいやっとったんやけど、なんかすごい頭に入らんくて、でもね、頑張ろうな、頑張ろうな。はい、次。次誰だっけ。岡田美久、誰がいたっけ。あ、倉島亜美か。倉島亜美。おい、矢作買ってこいよ。矢作バドミントン買ってきて。亜美があれやってる時、矢作バドミントンやってきて。矢作うるさい。いつでも全力前のめり。あ、横にゃん、北川よしの、なんだろう。ゆっちーは、ゆきなちゃん、この後一緒に写真撮りに行かん？あれ、ごめんね、ありがとう。ちょ、待ってくれる？ごめんね、待ってくれる？これちょっと持っててくれる？お願いしますみたいな。ちょ、特徴ないかな、超難しかった。坂本マリン、モンロー。いや、マリンさ、あれなんだよね、なんか
テストの点数よかった マリンでもワイあれなんだって本当にもうなんかあテストが良くなかったんだってね聞いてワイさワイさみたいな次やったねえ次誰がいたっけ赤さたあ白雪琥珀白雪琥珀あゲームねこれあゆきなおはよう。なんか私さ今日時間間違えてさ普通に30分早く来ちゃったんだよね。あやべやばもうカチャカチャカチャみたいなあ眠い。はい次あ佐藤かほ雪なえ私ねかほねなんか昨日練習しとったんよなんだけどほらああいう振りあるじゃんねなんかそれができんくてなんかちょっとあれだったへへへへへへへ次佐藤はあれなまってるんですよ中村いずみ、いずりん。ねえゆきなちゃん見ててね真顔になるから見ててね。どう？なんかいずみ真顔が得意やね。いずりん結構クールなんですよね。なんかこてく次野々垣美希野々垣美希やあ皆さん皆さんこんにあこれからショールームしますねえ矢作も映ってはっ矢作うざ矢作うるせえあ、チコちゃん、チコちゃん、チコちゃん、かわいいね。チコちゃん。あ、やばい、10時10分になってしまった。深い願い？次深い願い？なんだろう。あんな私ななんかあれやったね昨日ななんかもうほんまにもう面白くて雪菜もやった方がいいよ似てないかも次誰だ野村美代うん。何だろう。え、ゆきなちゃん。ゆきなちゃん変。受ける。ゆきなちゃん変。え、ゆきなちゃんの妹めっちゃ可愛いよね。あ。これあげるえ、私めっちゃ食べるよ
ののちゃんが見てる。次誰がいるっけ。野村美桜。何、ののちゃんがリクエストしてる。何リクエストしてんの。で、ののちゃんなんつってんの。もリコリン。シャンジャイメジェイショーリリコリン。私、ののちゃん、さっきののちゃんやったのに。なんだろう。やはぎ、やはぎ、やはぎうるせえ。やはぎのくせに。七垣美紀、七垣チコちゃん、チコちゃんかわいいね。ルーターやはやりましたよ。のろちゃん似てない。似てるよね。似てます。似てる。次何があったっけ。次森平、次森次森平、誰がいたっけ。リコリン。リコリンははいはい、ちょっと聞いて。なんか本当に、あ、じゃあリコリン、あれだ、リコリンの笑い方が特徴的なんだろうみたいな、なんだろう、あだ、あ、そうだ、あだ、あって笑うリコリン。萌えの真似ですか。萌えは、なんだろう。あ、わかった、わかった。なんとかですか。あ、なんかあれは萌えの子なんですけど、すっごい大きくてなんだ、そんな喋り方だよね。でも、なんとかさんありがとうございます。なんとかさんありがとうございます。本当にいつもありがとうございます。あ、してくれたんですか。あ、でも本当に、あ、本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。はい、萌えです。そんな感じですよね。ののがきに学習されさ、学習されてる。今ののちゃん、見たい。ののちゃん今配信してるの。配信で。服が変な、ゆきなちゃん。全然変じゃないから。じゃ、ののちゃんが言ってるのは、年が23のくせに、なんかフリフリの着るじゃないですか。私好きだから、そういうの。多分それを変って言ってるんです。でもみんなそういうの好きでしょ。本当は学校ではちゃんと超カジュアルな服着てるよ。季節感がない。だって夏は寒いし冬は暑いじゃないですか、お部屋の中って。季節感合ってますよ。夏寒いもん、クーラー効いてて。それはわかる。さあ、じゃあそろそろですね。10時15分でした。
では、はい、やります。順位を言います。はい、13位、じゃーん、パグのプアットマーク、今の図面ゆきなランクインのみさん、ありがとうございます。私もそうです。16日まで一緒に頑張りましょう。ありがとう。そして第12位、じゃんじゃん、ミスターツボークラットマーク、無音にて視聴中さん、ありがとうございます。無音何ですか、お仕事中か何かですかね。まあ無音でも多分画質がやばいんで、まあどちらでも、ありがとうございました。そして第11位、じゃーん、イナッピー、あとまこ、ゆきにゃんクラブ会員さん、ありがとうございます。ついにゆきにゃんクラブの力が発揮される時があさってでございます。ゆきにゃんクラブ、今こそゆきにゃんクラブを盛り上げるんだ、ありがとう。あ、そう、東京は明日の3時までだからね、言っとこう。そう、今日それ言おうと思ってたのに忘れてた。はい、そして第10位、じゃん、ゆうせいアットマーク、なごどでゆきなさん、ありがとうございます。なごどでゆきな、なごどでゆきにゃ、わかった。みんなちょっとなんか目しょっぽしょぼするんだけど、何、突然のしょっぽしょぼするんだけど、ありがとうございます。そして第9位、じゃん、むるさん、ありがとうございます。もう本当にしょっぽしょぼしててすいません。むるさん、ありがとうございました。16日お願いしますね、皆さん見届けてください。そして第8位、じゃん、ホーリーさん、ありがとうございます。ホーリーさん、いつもありがとうございます。16日一緒に頑張りましょう、ありがとうございました。そして第7位、じゃん、たかや、やはぎの件がなくて、ただいまやはぎ不足中さん、ありがとうございます。いや、不足しているときはぜひショールームでこんな風に会いましょう。そしてね、17日とか、まあ握手とか会える時は会おうね。ありがとうございました。そして目がしょっぽしょ、第6位、じゃん、やみてらすアットマークゆきな、たもし強化月間シーズン2さん、ありがとうございます。ただいまありがとうございます。なんで急にこんなめっかしぼしょぼして声もカスカスになったのかが分かりません。やっぱこの部屋呪われてるのかもしれません。ありがとうございました。そして第5位、じゃん、大君アットマーク大輔さん、ありがとうございます。今日なんかめっちゃ大君さんのコメントを拾った気がする。なんかパッとコメントを拾うと大君さんを拾ってた気がする。17日取れなかった、うすうすの人です、残念。うん、7月いっぱい来てください、ありがとうございました。そして第、どこまで、やばい、もう画像が見えない、みんなにじんでる、目やばい。そして4位、じゃん、カズくんさん、ありがとうございます。カズくんさん、ありがとう。いや、もうカズくんさんが霞んでおります。今目がカスカスしてて、画質もしょぼしょぼ、まだしょぼしょぼなんだ。ありがとうございます、カズくんさん。そして第3位、じゃん、トッシーアットマーク、絶対に負けられない戦いがそこにはある、かっこ総選挙、ありがとうございました。そう、絶対に負けられない戦いがそこにはある、みんな一緒に戦ってくれるかい、ありがとうございました。としそして第2位、じゃん、名古屋さん、ありがとうございます。名古屋さん、昨日もありがとうございました。名古屋さん、名古屋だね、選挙は名古屋だよ、ありがとうございます。そして第1位は、あ、何、目が痒くなってきたらジンマシンの前兆、え、そうなの、目が痒くなったらジンマシンの前兆なの。いや、最近ジンマシンめっちゃできるんですよ。でも今痒いっていうかしょっぽしょぼする。そして第1位、じゃーん、じゃじゃん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 、酒井が大好き、じゃ、酒井が大好きや、酒井アットマーク、納豆と何の組み合わせはやっぱりアウトさん、ありがとうございます。え、納豆と何の組み合わせやってみたんですか。矢作それ先駆け者ですけど、本当に合わなかったよって、ちゃんと目
メールか何かに言ったのに言うことを聞かなかったんですね。人の言うことはちゃんと聞くんだ。ちょっと前髪が邪魔だ。多分前髪がもう目に入ってるんじゃないかと思ってきた。だからミクシュッポシュ乾燥と前髪がブスブス目に刺さるから。矢作姉妹激推し、ありがとうございます。嬉しい。目充血してる今、めっちゃ霞んでるから分からん。よし、じゃあこれにて終了するかね。今からわーい、人がいないから咳し放題だ。はい、そう、最後にですね、投票は明日の3時までなので、ぜひ皆さん最後に3時まで戦い抜きましょう。 3時までだよ。おやつの時間までって覚えようね。明日のおやつの時間までに皆さん、じゃあおやつを食べて、おやつを食べる前に投票してからおやつを食べてください。3時まで投票します。ありがとうございます。萌香ちゃんとは合流しないの多分ね、あのホテルが違うんですよね。ありがとう、ランクインさせるからね。ありがとうございます。まだちょっと残ってる、ありがとう。早めに寝てくだされ。今日はダンス覚えてなんかいろいろやったら寝ます。はい、それでは皆さん、私はこの後目薬をさしたいと思います。グッバイキン16日よろしくお願いしますね。前髪邪魔、バイバーイ。あれ